アルミランテ・アルバロ・アルベルト原子力発電所は、ブラジル連邦共和国リオデジャネイロ州アンブラ、ドスレースの海岸に所在する原子力発電所。運営は、ブラジル電力の子会社ブラジル電力エレトロヌークリアが行っており、発電所名は1950年から始まった、ブラジルの核開発で主導的役割を果たしたアルバロ・アルベルトがもたえ、シウバ海軍中将にちなんでいる。 この他に一般によく知られる名称として、所在地名を取って、アングラ原子力発電所とも呼称される。施設は、南大西洋の北岸プライアでいたウリナにあり、リオデジャネイロから西へ 100km、サンパウロから東へ 200km に位置している。本発電所は3基の原子炉、防護化、本部、2系統の変電所の他にエンジニアリングビルや倉庫などの貯蔵施設や、 補助施設がある。発電所周辺には、村落や、浜辺、職員の自宅、環境監視研究所、訓練センターや病院が所在している。アルミランテ・アルバロ・アルベルト原子力発電所は、ブラジル電力エレトロヌークリア社によって運営され、リオデジャネイロ州内で、約2000人の直接雇用、約1万人の間接雇用を生み出している。長期にわたる、 建設期間を経て1982年に60万キロワット級の1号機が発輪会を迎える。1985年に運転開始するも、初期の頃は各種障害の発生に見舞われた。ウェスティングハウス社はプラント供給元であり、初期は運営も担当しており、ファーナス中央電力社は長期に及ぶ訴訟を起こしている。1995年以降、 技術的問題の解決策として、チーム単位ごとに運営、保守の教育を施し、プラントの稼働率は大幅に改善する。1976年に建設が始まった135万キロワット級の2号機は2000年に、ようやく運転を開始する。2号機は、ブラジルドイツ原子力協定に基づきシーメンス、クエ社の技術を導入して建設されている。2号機は、 運転初年にほぼ90%の稼働率を達成する。2010年に本発電所は通算 14.415GW 時の電力を生産し、国立総合接続システムの電力消費量の3%に相当する。3号機は引き続きシーメンス、クエ社の加圧水型原子炉を採用し1984年から建設が始まる九1986年に、 中断する。1985年には、プラント機器の7割を調達したがその後は、保管状態に置かれる。保管費用は、年5000万ベドルを消費していた。2007年6月に、エネルギー政策全国協議会は建設再開を承認。2007年7月には、大統領が建設を承認する。2008年12月に、エレトロヌークリア社はアレバ社との間で、 産業協力協定を結ぶ。2010年5月31日、原子力委員会は産後機き建設の許可を与える。2010年6月1日に工事が再開され2015年運転開始を目指している。各原子炉の特性は以下の通り、ありがとうございます。